ボーバサン・ローズ・ヒルは、モーリシャスの町。2015年7月1日の人口は10万4760人。面積は20.17平方キロメートルで、人口密度は5193.9人、平方キロメートル。プレーンウィルヘルム県に属し、同県定地部の中心地である。首都ポートルイスの南に接し、 ポートルイスからキュールピップへと連なる都市圏の一部を成している。モーリシャスでは3番目に大きな都市であり、ポートルイスに次ぐ商業の中心地である。北のボーバス山と南のローズヒルが合併してできた町である。ボーバス山ローズヒルに入植が始まったのは18世紀である。当時ポートルイスをはじめとする低地部にはマラリアが蔓延しており、 その害を避けるため冷量な高原に住むことが好まれるようになり、ボーバスサンローズヒルが開発された。現在では、ローズヒルは、モーリシャスのすべての民族グループが居住する、モーリシャス最大級の住宅街となっている。ローズヒル中心部には、図書館、バスターミナル、銀行、郵便局などが揃っている。ボーバスンは、モーリシャスで最も良い気候に恵まれている。 東のモカ県の高原からは涼しい風が吹き、北の首都ポートルイスほど暑くはなく、南のキュールピップほど湿気が多いわけでもなく、穏やかな気候を持っている。ボーバスさんはフランス語で、美しい泉という意味である。ありがとうございます。